QF13 ポンド 20CWT 校舎砲とは、第一次世界大戦期のイギリスで主力となった移動式校舎砲であり、主に海外の戦場で使用された。名称の13ポンドは、砲弾の重さに由来し、13CWT は、砲身と褒美の合計重量を示す。後者は、他の13ポンドと呼称される砲と区別するために用いられた。 第一次世界大戦初期に登場した QF13 ポンド砲や QF18 ポンド砲を原型とする後者砲は、いずれも性能が不十分であった。本砲は18ポンド砲の方針及び砲尾とライナーを組み合わせることで口径を3.3インチから3インチに減少している。これにより砲弾は18ポンド砲のものよりやや小さいものを用いるが、 薬莢と創薬は18ポンド砲のものをそのまま用いるために結果として初速が向上している。薬莢のネック部はやや細くすることで18ポンド砲弾よりもやや小さい13ポンド砲弾を保持することができる。初期のマークーホーガー13ポンドマーク通行者ホーガーを原型としている。しかしながらこのホーガはより強力な18ポンド弾の薬莢による反動に対しては 強度不足であることが判明した。マーク方法画では、法画の高さを9インチ高くし、5座長を24インチから35インチに増すことで、法画にかかる力を減少させている。一部の法は二輪の野戦運搬車に乗せられた広角法画を用いており、イタリア戦線で使用された。本校の参考文献の一つ。 ブリティッシュアーティレリーウェポンズアミニション1914から1918の著者であるホックとサーストンはこの方がを用いることで、理論的には本法を、校舎法、野法、流弾法として運用することが可能であるが、公式的に採用されることはなく、試作品のようなものであった可能性があると主張している。一方で、 ヒストリー・オブ・ザ・ロイヤル・レジメント・オブ・アーティレリー、アンチ・エアクラフト・アーティレリー、1914から55の著者であるラウトレッジによると、これらの砲画はイタリアに展開した第四、校舎集団に校舎砲が届けられた際に一部の砲は、砲画が,がない状態であり、現地部隊が即席で作ったものであるとしている。ソうクルフト J 型運搬車に搭載された、本砲。中央の砲は、コード、 新艦指示機を操作し、右側の砲手は望遠鏡を除いている。戦争が進むと本砲の任務の内ドイツの爆撃機に対するイギリス本土防空任務はより強力な QF3 インチ 20CWT 降射砲が担うこととなった。しかしながら他の戦域では引き続き使用された本砲は通常中型運搬車に搭載して運用されており、そうにクルフト J 型運搬車は 時速18マイルで行動することができた。本法は通常1が半に2門が配備された。西部戦線において本法に与えられた主な役割は不評の渋滞、飛行場、基地、物資集積所、観測気球を航空機の攻撃から守ることであった。航空機の高度の計算速度の向上や砲弾が至近距離に到達するであろう航空機の未来一の 予測を可能にする新技術の導入は、法自体の改良と同じように重要であった。航空機の性能は1918年までに、飛行速度は毎時100マイル以上、飛行高度は2万フィート以上に達しており、これによって、昔ながらの信頼性のある射撃技法は旧式化することとなった。砲弾は、行革25度で射撃した際に、高度5000フィートに達するのに10.1秒。 行角40度で高度1万フィートに達するのに15.5秒、行閣55度で高度1万5000フィートに達するのに22.1秒を要する。よって目標となる航空機の10から22秒先の未来位置を予測し、正しい高度で砲弾が炸裂するよう進化を設定する必要があった。第一次大戦の終結までに13ポンド降車砲パンには、 ウィルソン・ダルビー式照準算定機2機 UB に、測塩機、高度、新幹指示機、敵式別用の望遠鏡が配備された。このうち、ウィルソン・ダルビー式照準算定機は、初歩的な電算機であり、指去測量により予測を行うものである。降射法に対抗するために、ドイツ軍の航空機は、攻撃を行う際は、数百フィートという低高度を飛行した。 敵機が低高度を飛行しても高射砲は射撃を続けることは可能であるが砲弾が防御対象の頭上で炸裂することになってしまうために好ましいものではなかったこのような低高度で飛行する目標に対しては防御用の機関銃を使用することが可能であった対空射撃では直撃によって敵機を撃墜することはほとんどなく必要とされた弾丸の量は 撃墜一期あたり4000から4500発であった。しかしながら、降射法の運用法としては、単純に個々の目標を射撃するという方法よりも、十字砲化によって、空域を制圧する方法がしばしば取られた。ラウトレッジ准将は、イギリス遠征軍では長距離阻止射撃が強調されており、実際に第四軍においてこれは、ラの方針であった。 したがって敵機の撃墜は稀であり、さらにイギリスと同じく降車法と航空機の担当区域が分けられていなかったことで航空機の活動は阻害されてしまった。と書き留めている。さらにラウトレッジは第一次大戦時のイギリスにおける不評と降車法の連携は一般的に未熟であったと評している。しかしながら彼は1918年末のイタリア戦線における 連合軍のピアーベでの構成において、第4校舎集団の S 大隊及び V 大隊が、本砲を機動的に運用し、対空、対地射撃による、不評部隊の近接支援を実施したという成功例も、挙げている。この戦術は、第2次世界大戦後期に一般的になったものである。第1次大戦の終結時点で306門の、本砲が、世界各地で任務についていた。 また、西部戦線で運用されていた各種校車法の合計数は348問であったが、そのうち232問が本法であった。下記の表は、第一次大戦期のイギリス製校車法の性能を比較したものである。キングコングアメリカ陸軍の校舎法として登場。ニューヨーク市内を確歩するキングコングに対して使用される。捜査大上の本法に駆け寄るカナダ兵。 1918年8月撮影。ホグサーストン1972、P64 ホグサーストン1972、P66 から67ハットラウトレッチ1994、P33 ラウトレッチ1994、P32 ラウトレッチ1994、P9 ラウトレッチ1994、P20 19、23、 24ラウトレッチ 1994P21 ラウトレッチ 1994P33 ラウトレッチ 1994P27 ハットラウトレッチ1 9 9 4 p 9ホグオーサーストン 1972P234 から235ハットラウトレッチ1994ページ1 3 w w 2ディテールズ s f r o m トニーディジェリアン s ウェブサイト ありがとうございます。